Adobe Creative Cloud のライセンスに関するトラブル全般の対処についてご紹介します。Adobe Creative Cloud をご利用中に認証や同期でトラブルが発生した場合は、Creative Cloud デスクトップアプリからログアウトして再度ログインしたり入れ替えることで解決できることがあります。この動画シリーズではその手順を解説します。まず、はじめに管理アプリである Creative Cloud デスクトップアプリへの再ログインを行うことで問題が改善する場合があります。ここでは Creative Cloud デスクトップアプリから一度ログアウトし再ログインする手順をご案内します。 Creative Cloud デスクトップアプリを起動し、画面右上の丸アイコンをクリックしてログアウトします。ログアウトに関する注意事項が表示されます。確認をして続行をクリックします。ログイン画面に切り替わりますので、 Adobe ID を入力し続行をクリックします。パスワードを入力し続行をクリックします。画面右上に丸アイコンが表示されていれば再ログインは完了です。問題が解決しない場合は、Creative Cloud デスクトップアプリの入れ替えを試してみましょう。次の動画では、入れ替えに必要な1、Adobe アプリからログアウトして終了するの手順をご案内します。